おはよううごござざいいまます林健人ですすで本日はありがとお話をいただいたときは、えー、まず、やはりたけしさん役というところで、えー、まさか自分に来ると思っていなかったですし、えー、とても驚きました、えー、ただあの、このお話をいただいたのが、えー、もう2年以上前で、えー、まだ当時 からするとそのさ結構先の話だったので、うん、今から2年間プレッシャーを背負うのはちょっとしんどいなと思って1回、まあ、実感があんまりわかなかったのもあり1回こうそのいただいた企画書を引き出しにしまったというか、うん、そんな感じでした。 ただあの演出が福原さんで音楽劇ということを知って絶対面白いだろうと思いましたし福原さんの作品に参加し以前から参加した,いかしたいと思っていたのと演出を受けたいなと思っていたのでもうそこで即決させていただきました。 まあ、あのビートたけしさんという、まあ、本当に実在される方を演じるわけですけれども、はい、林さんの中にあるそのビートたけしさんというのは、えー、どんなこう印象というかどんなイメージをお持ちでしょうかいやもうかも皆さんと同じように、えー、世界の来たのであり <laughs>、えー、僕はですねたけしさんは。えー 子供を小学校ぐらいの時にテレビでもう見ていたたけしさんはわりと着ぐるみを着てはちゃめちゃなことをやられている印象が強くてまあその後大人になってから映画を見たりえとかっていう印象でうーんまあえーこんなにも全国民の方が認知している方をやる機会も もうそうそうないだろうなと思って、まあ、そのプレッシャーはやっぱり大きいですか、ねはい、先ほど2年間プレッシャーという話がありましたけれども、はい、そこにその音楽劇というところでのプレッシャーというのはあるんでしょうかもちろんあの自分が自信のあるジャンルではないので、今そこまでやってきていないですし、えー、そこもプレッシャーはあるんですけど、まあ、今回、本当に、あのー。 そ,その面ではとても頼りになる共演者の方々だったり、まあ、あの音楽のお年さんだったり福原さんと、もう本当に強力な味方がいるので、えー、そこを信じて、えー、皆さんからいろいろ教わってただ大丈夫じゃないかなと思ってます今回ビートたけしさん役ということでこの役をいただいてからたけしさんとお話とかあったことはありますか <laughs> はい実はあのーえー、と1年ほど前に、はいえー、番組にお邪魔して、はい、この作品が決まっている段階でお会いしたんですけどんーま,まだあのー、先の話だったのでその時もあま、の、り、ー、今度浅草キッやりますっていうお話をする勇気は出ずされてない そんな不思議ですか。決めてたわけですね。はい、もうはい黙ってました。はい、黙ってで、もう遠くから観察してましたね。はい。じゃその後はまだお話もされてないんですか。あ、それ以来一切はい。まあその時もあのほとんど話してないんですけど、挨拶程度で。はい。え実際お会いしたらどんな風にあのお伝えしたいですか。やりたいとやるということで。あ今後ですか。はい。 そうっすねまだ会いたくないですかね、どのあたりで会える気持ちになんか、5年後、10年後ぐらいに、実はやってましたぐらいの <laughs> <laughs>、そんな感じですか、はい、あのぜひあのこの舞台を見に来ていただきたいとかっていう思いは。 えーっとそ,それはもちろん見に来ていただけたらそんなに嬉しいことはないですけど、はい、どう思われるかは分からないので本当、福原さんの後ろに隠れてたいなと思います、ね。<laughs> はい